ということで漢方薬にされるものですね。同じものです。ただこの香りはすごいです。とりあえずインフラ粉砕を始めます。この時期ですね、このサイズぐらいまでですね、これより太いところになると香りがちょっと変わってきますので、今回この程度、鉛筆よりちょい細いぐらいですねを使ってやりたいと思います。タムシバですけども匂いこぶしですね、クロモジアロマをされている方であればクロモジについてはよくご存知だと思いますので、あまり説明の必要もなくあまりにも有名なアロマなので、ただですね他にも、日本独特の、アロマとして使用できるのにタムシバですね、匂いこぶしがあります。それについて少し説明させてもらいます。ですね、漢方でいう真意ですね、それそのままです。こぶしですね、こぶしですけども、真意っていうのはそのこぶし類ですねを全てを使用しているということで、詳しくはブログの方にも書きますけども、今日本ではタムシバがほとんど使われていると。これの花の芽ですね、それを乾燥させて、漢方として使われていると。で昔ですね、その木こりの人が噛んで甘いとか、そういうことでタムシバになったとかいろいろネット上にも書いてありますし、あれなのでちょっと真意はよく分かりません。ただですね、どういう木かということをですね、ちょっとご紹介するのと香りについてご説明します。とにかくですね、昨日久しぶりに撮ってきました。今シーズン初めてですね、撮ってきましたけども、まだ今朝にも
まだ車の中に香りが残ってます。樹木は昨日の夜を落としてしまって、もうすべて粉砕して今上流にかけてますけども、まだ香りが残ってます。それほど強い香りです。まあ、悪い香りじゃないんですけども、力のある香りですね。粉砕するとですね、基本的には香りは一瞬で飛んでいくんですね。上流、それを蒸留するとまた残るんですけども、この文字もそうなんですけども、やはり青みがかった、植物の青臭さっていうのが出てきますけども、比較的、タムシバの方はそういうのが少ないです。ですね、それと、タムシバにもいろいろありまして、これがですね、この葉が、タムシバの葉ですね。ただですね、もっと丸っこい葉のタムシバもあるようです。それはそのはっきりしたことは言えないんですけども、細いほど野生種に近くて、丸みのある葉のほどその庭園植物、植林植物、植林用のタムシバの植物に近いという説もあります。定かではないですけども、こういうですね、一緒に上げてる動画の中にも、その林に実際生えてる中でタムシバを探してる動画も上げてると思うんですけども、非常に難しいです。探すのは難しいです。特にもう芽が出てしまうと、もうとてもじゃないですけども、木だけではわからないです。木もこういう感じの木になります。枝ですね、ちょっと濡れてます。動画を撮るために、ちょっと水につけてましたんで、香りは素晴らしいです。クロモジを、国内でクロモジを精油出しているところは何社かあるんですけども、タムシバを出しているのは、まあ、一つぐらいしか私も知りませんけども、価格的に言うとそこでも、クロモジの倍の値段がついてますね。多分世界で一番高い精油じゃないかなって思いますね。実際蒸留して、これは分離する前、ウォーターを作るためのやってます。ですね、比較的精油は出てるように思いますね。白く濁ってるのは、まあこれはウォーターの性質なんですけども、縁のところに、白い線がいってるようになってますね。これが精油になります。この量で約 1.8 リットルぐらい取ってるんですけど、こういうこのこれが線がいくということはよく出てると思います。ただどういう質のものが出来上がるかというのはこれからの勝負なんでちょっとわからないんですけど、このフラスコはあまり普段誰も見ることのないような5リッターフラスコなんで、大きさの比較はちょっとしにくいと思うんですけども、大変出てる方だと思います。高価な精油ですね。あとですね、今日、沖縄から、沖縄からですね、月桃の葉が届きました。いろいろな、今までずっと、沖永良部とか奄美とか、まあ、国内で、育てられた月桃の葉も使ったんですけども、まあ、国内で言うんですかね、この本土で育てたのはまあ論外として、沖永良部と、まあ私にはちょっと詳しいところわからないですけど、沖永良部もいいですし沖縄もいいですね。さすがにね、ただ沖永良部はですね、私どもの知り合いというか、
蒸留機を使われている方がそこでやられているので、私は、沖縄の方へお願いして、売買の方というか、そういう職員がされている方にお願いして採集していただいてます。畑できちっと採集したのがいいというふうなお話もあるんですけども、育てた分ですね、私の場合はお願いをして野生種を取ってもらってます。汚れててもいいから、傷んでてもいいから野生種でいこうと。ああいうのに入れてくれてますね、野生で。沖縄はまあその辺にたくさん生えてるんでしょうけど、でもこれだけの葉っぱを揃えるのは大変だと思います。今回は2キロ入れてくださりましたんで、このようですかね。これから取っていきます。これは蒸留後の状態です。粉砕した枝ですね、枝と、まあ、粉砕できてないのもありますけど、それと葉の、この状態になります。まだ香りが強いです、残ってます。まあ、このどこまで蒸留するかっていうのは今後研究していかないといけないんですけども、普通の、標準的な蒸留では香りがまだ残ってます。